猫岡年末特番2022年をスタッフと一緒に振り返ろう。漫画エンジェル猫岡をご覧の皆さん、いつもありがとうございます。管理人です。今日はここ運営スタッフの事務所から視聴者の皆さんと一緒に2022年の漫画エンジェル猫岡を振り返る企画をやっていきたいと思います。年末年始のお供にぜひお楽しみください。それではミヤさんからも一言ご挨拶どうぞ。はい、漫画エンジェル猫岡運営スタッフのミヤと申します。普段動画のサムネイル作りとか、あとシナリオ執筆も担当してるんですけれども、今日は動画撮影ということで出演者側に立って番組盛り上げていけるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。我々漫画チャンネルなので実写動画めったに撮ることはないんですけれども、たまにはええやろということで年末特番なので許してください。また年末特番らしく番組の最後にプレゼント企画もご用意してます。ぜひ最後までお見逃しなく。はい、それじゃあ早速1月から振り返っていきたいと思うんですけれども、2022年ってどんな年でしたっけ？そうですね、とにかく本がいっぱい出た1年間でした。なので今年1年間を振り返ると、あんな作品も小説になったな、こんな作品も漫画になったなっていう振り返りになる気がします。なので早速、じゃあどんな作品が出版されたんだろうっていうのを振り返っていこうと思います。こちらの動画一緒に見ていきましょう。どうぞ。ということで、一巻発売を目前に重大発表。なんと2ヶ月後の3月25日に早くも第2巻の発売が決定しました。2巻は漫画動画の4話のエピソードを小説化、私と臼井くんのデートのお話ですよ。ドキドキするエピソード満載、もちろん臼井くんのかっこいいところも。発売日は2ヶ月後、こちらも楽しみに待っていてくださいね。最後まで PV を見てくれてありがとう。大人気金髪ヤンキーシリーズが純白と黄金にタイトルを変え、大幅にパワーアップしてついに書籍化だ。イラストは桃子先生が担当。桃子先生の描く魅力的なキャラクターにも注目だ。動画シリーズとはまた違う面白さをその目で確認してくれよな。皆さんこんにちは。4話の最後でもお知らせした通り、私とアキラくんのお話、清楚な美人生徒会長、実は元番長の秘密を知る陰キャ、実は彼女を超える最強のヤンキーが小説化することになりました。タイトルを私より強い男と結婚したいのに改題して、ファンタジア文庫から3月19日に発売します。小説本文は漫画動画でシナリオを担当している高橋美穂さん、イラストは人気イラストレーターのナグさんが担当してくれます。漫画動画で素敵なイラストを描いてくれている水平線さんも小説家に協力してくださることになりました。なんと初回限定版は水平線さん書き下ろしのリバーシブルカバー仕様になります。今日は動画を見てくれた皆さんに一足早くカバーラフを初公開。次回6話の公開時には完成したカバーイラストをお見せできると思うので、どんな感じになるか楽しみに待っていてくださいね。この度親が再婚、好きな人と義理の兄弟になってしまい同じ家で暮らすことに。シリーズが親が再婚、恋人が俺をお兄ちゃんと呼ぶようになったに改題し、小説化が決定しました。気になった方はぜひ概要欄の URL から予約をしてもらえると嬉しいです。また最新情報は Twitter のオーバーラップラブコメ情報局で発信していくので、こちらも合わせてチェックしてみてください。次回6話は発売前の2月18日公開、ぜひ楽しみに待っていてください。
というわけで、まずは1月投稿動画から4シリーズ分の切り抜きをご覧いただきました。どうですか皆さん。いや新年早々すごいですね。人気シリーズばっかりじゃないですか。はい、この1月から3月にかけて猫岡作品が4シリーズ小説版が発売されました。スタートダッシュすごいな。すごい。そして運営メンバーぶっちゃけ超大変でした。いや大変でしたねこの時期は特に、はい、で我々みんな大変だったんですけれども、その中でももしかしたら一番大変だったかもしれないのがですね告知パートって我々呼んでるんですけれども、うん、まあ、今見ていただいたような、重大発表の部分、この部分を作ってくれているスタッフの緑のいろはさんから、今回いろいろコメントもらったんでしたっけ。そうですね、こっちからいろいろちょっと質問をさせてもらったので、それに対しての回答をくださいました。ちょっと今回ねそれを紹介していきたいなと思うので、早速ちょっとコメント読んでみようかなと思うんですけれども、今年から告知パート制作を担当していただくことになりましたが、最初のうちは慣れないことも多かったかと思います。過去仕事としてこなした編集作業との違いや難しいなと思ったところがあれば教えてください。これまでは他プロジェクト様にて、漫画動画の編集に携わってきたのですが、猫岡さんはとにかく作品がいっぱいあるので、それぞれの作風に合わせた編集をするというのが新鮮でした。純白と黄金の告知パート背景に火の粉を散らしてかっこよくしてみたり、親子の背景をポップなデザインにして動きをつけてみたり、この後もアイドルっぽさ、大人っぽい感じ、しっとりした作風、いろんなテイストの編集を任せてもらえて非常に楽しかったし勉強になりましたとのことです。確かに猫岡作品っていろいろあるんですよね。まあ今見ていただいた4シリーズだけでもねだいぶ作風違って、まあ、特に純白と黄金なんていうのはねもう漫画動画ともだいぶスタイル変わりましたからね。そうですね、もうタイトルから変わってまあタイトルからすでに変わってて、親子なんていうのはねザ・ラブコメって感じでポップな感じのデザインでね、仕上げていただいたので、では続いての質問と回答です。初めて制作したパシェラレインキャ7話の告知パートを今改めて見て感想などがあれば教えてください。当時の自分にとって自信作であったのは前提としてですが、今振り返ると細かな部分で課題点がいっぱいあるように感じます。文字の大きさ、もう少し大小の差をつけてメリハリを持たせられたなとか、もっと背景にキラキラさせたものを重ねられたなとか、こうして振り返った時に課題点が見つかると、まだまだ自分は成長途中でこれからもっと上手くなれるんだと実感できますとのことです。向上心が素晴らしい。向上心がある確かにこのパシラレインキャの告知パート、緑野さんが初めて担当してくださった動画ということで、僕らもねなんか仕事してるとやっぱそういうことよくあると思うので、そこを課題として今随分成長されてるのでさすがだなというところですけど、めっちゃ偉そうですけど。いやいやいやそんなことないですよいや本当今の告知パートと昔の告知パート全然クオリティの差は全然ないんですけど、まあ、動画編集細かい部分でねいろいろこだわりとかあると思うので、はい、緑野さんいつもありがとうございますっていう締め方でいいですかね。はい、ではそろそろ次のパートに移りましょう。続いては3月から4月にかけて投稿された動画の振り返りです。どうぞ。ねえ、私からのお知らせ聞いてくれる？男嫌いなクラスの美女が実はブラコンだと知ってしまった結果、角川スニーカー文庫より7月1日小説版の発売決定よ。著者は漫画動画でシナリオを担当している宮先生、イラストは人気イラストレーターの無認識先生が描くわ小説家ってことは私と大好きなお兄ちゃんとの固い絆がたっぷり描かれて、って嘘、あんなやつとラブコメなんて信じらんない。でもお兄ちゃんを取り戻すためだし仕方ないわよね。それに他のやつならともかくエイジならって今のなし。どうだったかしら。気になった人はぜひ概要欄の URL から書籍ページも確認してみてね。また最新情報は角川スニーカー文庫公式 Twitter などで発信していくらしいから、そっちもお見逃しなく。次回3話は5月13日に公開予定よ。楽しみに待っててよね。この度ある日突然ギャルの言い名付けができたシリーズの小説家が決定しました。
オーバーラップ文庫より4月25日に発売します。著者は漫画動画でシナリオを担当している泉谷和樹さん、イラストは人気イラストレーターの中村さんが担当。本作は初回限定として漫画動画を担当してくれているマメーさんの書き下ろしイラストを使用したリバーシブルカバー仕様となっています。気になった方はぜひ概要欄の URL から予約をしてもらえると嬉しいです。作品の最新情報は Twitter のオーバーラップラブコメ情報局で発信していくので、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。皆さんこんにちは。小説版クラスのぼっちギャルをお持ち帰りして清楚系美人にしてやった話はもう読んでもらえましたか？皆さんが応援してくれたおかげで1巻は発売してすぐに重版が決定、2巻も重版することができました。本当にありがとうございます。そんな絶好調のぼっちギャルですが、来週15日頃に3巻が発売します。カバーイラストは引き続き人気イラストレーターのまがこさんに担当していただきました。本屋さんに足を運んだ際はまがこさんの素敵なイラストを目印に探してみてください。3巻も特典が盛りだくさん。1巻2巻と同じように3巻も初回限定特典としてアサギアさんの素敵なイラストを使用したリバーシブルカバーになっています。また小説内にはアサギアさん書き下ろしの漫画が収録されます。そして5話でもお知らせしたコミカライズの新情報が届きました。陣営コミックにて連載が決定。漫画家は七瀬はじめさん。今日は特別に漫画版のキャラクターデザインを公開します。続報は陣営コミック公式でも随時お知らせしていくので、ぜひ公式ツイッターをフォローして待っててもらえると嬉しいです。アキラ、おはよう。陽キャとしての日々を送るアキラ。だって私ブスだもん。クラスの陰キャブスとしての日々を送る静香。二人の出会いは、なんと美しい。アキラくん、同人誌即売会。アキラと静香の純愛&逆転劇が始まる。クラスの陰キャブス、実は超美人コスプレイヤーだった。みんな知らずにバカにしてるけど。シナリオ平流れ通る。漫画藤井不二子。水曜日のシリウスにて本日配信開始。こんにちは、静香です。この度私とアキラくんのお話がウェブ漫画になりました。シナリオは漫画動画のシナリオを担当している平流れ通るさん、漫画は藤井不二子さんが担当します。水曜日のシリウスにて本日配信開始しました。概要欄に URL を貼ってあるので見に行ってくれると嬉しいです。ウェブ漫画でも私たちのことをよろしくお願いいたします。ということで3月から4月分4シリーズの切り抜きをご覧いただきました。どうですか？この月はですね、もう僕の作品男嫌いなクラスの美女の告知があったので、もうめちゃめちゃテンション上がりましたし、うんうん、久しぶりに見てまたちょっとテンション上がりました。確かにね、振り返り企画のいいとこですよね、こういうのね。そうですね、自分の作品がね、やっぱ書籍化決定みたいな感じでかっこよく紹介してもらえると、まあ、やっぱテンション上がりますし、他のね、うんうん、作家さんも多分同じ気持ちなんじゃないかなということで、緑野さん、はい、本当ありがとうございます。さっきは失礼しました。偉そうにしてもすみませんでした。それからここでですね、最後に出てきた美人コスプレイヤーシリーズ、うん、これがですね、小説版発売決定ではなくってウェブ漫画化決定というお知らせだったんですよね。直接コミカライズっていうので新しい試みでしたよね、これ。そうですね、うん、しかもこの動画で発表された時にはもうすでにウェブ漫画として世に出ている。そうですね、もう配信されてたから全てが新しいなと思って、えもう配信されてんのみたいな。そう多分みんなも驚いたんじゃないかなと思うんですけれども、そういうね、新しいことがあった3月から4月にかけて、うん、これも緑野さんからコメントをいただいたので読んでいきます。初めてコミカライズ作品の告知パートを担当していただきましたが、これまでのライトノベル作品の告知パートを作るときと比べ何か違いなどはありましたか？コミカライズ版の告知は今までの告知パートと違い、漫画のコマを見せる部分が出てきたので、このシーンはどうやって見せたら入るかなとワクワクしながら編集しました。
美人コスプレイヤーの告知パートでは青春ドラマのような演出にしてみると雰囲気が合いそうだなと思ったので、カメラのボケのような効果を入れてみたり工夫をしていますということです。なるほど、確かになんかこう美人コスプレイヤーのやつは今までのやつとは全然違って漫画のコマとかもね使われてたので、うんうん、新鮮な感じはありましたし、うん、これをきっかけに次々とコミカライズ作品も発表することが増えていったので、そうですね、はい、この後ねまた告知パート流しますけれども、本当にコミカライズだけみたいなのも結構増えてきたんでね、うんうんうん、だいぶ猫岡の活動の幅広がってきたなっていう感覚やっぱこの辺ぐらいからありましたね。ありましたありました。ということでさらに幅が広がっていった5月以降の動画も振り返っていきましょう。どうぞ。推しアイドルが同級生だった。俺がファンだと知りデートしてあげる、ただしが推しの清楚アイドルが実は隣のなめがきで俺の嫁ってタイトルを変えて小説になるんだって。講談社ラノベ文庫から2022年秋に発売予定よ。著者は漫画動画でシナリオを担当している紫ゆきやさんと春日明人さん。イラストは人気イラストレーターのカニビームさんが担当してくれるんだって。今日は動画を見てくれたみんなに小説版のキャラクターデザインをいち早く公開しちゃうよ。次回第3話は6月24日に公開する予定。新しい情報もお知らせできると思うから次の動画も楽しみに待っててよね。この度ヤクザコンシリーズがタイトルを意地悪な母と姉に売られた私、なぜか若頭に溺愛されてますに改題し小説化することが決定しました。富士見 L 文庫から8月12日頃に発売します。著者は漫画動画のシナリオを担当している三月凛さん。イラストは人気イラストレーターの高村文さんが担当です。小説版は漫画動画1話のお話を掘り下げた書き下ろしストーリー。主人公のすみれと若頭の桃矢のジレジレ、甘々、少しスリリングな溺愛極妻生活が描かれています。 Amazon での予約はもう始まっているので、ぜひ概要欄の URL から予約をしてもらえると嬉しいです。小説版ヤクザコンもよろしくお願いします。彼女はちょっぴり過保護な僕の幼馴染のお姉さんで、とても強い番長だ。7月19日よりヤンキーの幼馴染が俺にだけ甘くて過保護すぎるが、ヤンキーの鬼瓦さんが僕にだけ過保護すぎるというタイトルでウェブ漫画になって連載開始されました。コミックニュータイプのサイトやニコニコ星画で無料で読めますので、ぜひ僕たちの日常を覗きに来てください。風邪をひいて寝込んだ俺の前に突如現れた謎の美女、その正体は俺の飼い猫だった。本日知的でクールな後輩美女俺の飼い猫になるがニコニコ星画で
ウェブ漫画になって連載開始されました。概要欄のリンクから無料で読めるので、漫画動画とは一味違った私たちの恋の行方を見届けてください。というわけで5シリーズの切り抜きをご覧いただきました。なんかさらにバリエーションが増えたような感じがありますね。そうですね、なんか続編だけじゃなくてね、新シリーズにコミカライズと、もうなんか大盤振る舞いというか、なんか特にやっぱり女性向け作品として藤見エル文庫さんで新しく本が出たっていうのもヤクザコンですね。はい、いろんなチャレンジをしてきた、そんな時期だったような気がします。今ご覧いただいた告知パートについて緑野さんからコメントいただいているので読んでいきます。半年近く作業を行ってきて、作業にも慣れてきた頃かと思います。多少は制作にもゆとりが出てきて、アレンジなどを入れることもあったかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。トビジョとヤクザコンはしっとりした作風が損なわれないよう、メリハリをつけられる効果音をあえて一切使わずに挑戦しています。トビジョ8話の告知パートはボイスなしの編集だったため、動画の動きが特に重要だと感じました。背景に目立たない程度に少しだけ木漏れ日のような効果を重ねてみたり、文字の動きに緩急をつけてみたりしています。ヤクザコンは背景を上下に分けて、スミレの花と雲が流れるような動きにすることで和のテイストを生かした演出を目指しました。こちらは登場人物の凛とした印象を残すため、文字とイラストは大きく動かさず、背景に動きをつけることで静かさと画面の動きの両立を図っています。なんかかっこいいですねプロの技っていう感じがして、まあ、確かにトビジョの8話の告知パートなんていうのはね、ボイスなしだったんですけれども、うん、なんか全然違和感ないというか、むしろ作品の雰囲気、世界観がすごいバッチリ表現されてて、素敵な映像だったなってすごく思ったんですけれども、そうですね、やっぱり猫岡作品って一口に言っても本当にいろんな作品があるので、うん、それぞれに世界観ってあるじゃないですか。そうですね、うん、まあ、まさに今書いていただいたヤクザコンだったら和のテイストとかね、いろいろありますけれども、そういうのをね大事にしてくれてるのを、やっぱ作家さんたちからしてもね嬉しいかななんて思いますね。そうですね、うん、これでまだ9月ぐらいまでですか。いや、もうすでにもう十何作品ありますけれどもね、まだこっからあるんですよね。さらにあります。ということで、あのラストスパートという感じで12月分まで一気に行ってみましょう。はい、それではどうぞ。あなたは運命を信じますか。私は信じます。あの時私はあなたに運命の恋をしたのですから。本日陰キャでオタクで貧乏な俺が美人お嬢様と結婚が、陰キャでオタクで貧乏だけど美人お嬢様に推されてますというタイトルでウェブ漫画になって連載が始まりました。ニコニコ星画で無料で読めますので、概要欄のリンクから読みに行ってみてください。エイジ君と私のドキドキする毎日をぜひご覧くださいませ。11月10日にサイレントライオットシリーズのコミカライズ版、私より強い男と結婚したいのと、陰キャオタクと金髪ヤンキーシリーズのコミカライズ版剣弾版からの1巻が角川コミックスエースレーベルから発売になります。2組の最強カップルの勇姿をぜひコミックスでもお楽しみください。ご予約は概要欄からお願いいたします。父さん、今日で会社をクビになったんだ。え、私に逆らったらどうなるか教えてあげる。同じことを二度言わせないでください。あなたとはここまでです。
にちは、葵です。陰キャの恩返しが陰キャの恩返し。いつも一人でいるぼっち男子の正体は大企業の社長でした、というタイトルでウェブ漫画になりました。水曜日のシリウスにて本日配信開始です。概要欄のリンクから無料で読めるので、どうぞよろしくお願いいたします。ん？何？この音。ゴリラ？アキラくん、ゴリラであることに誇りを持って。こんにちは、はるかです。この度、料理上手のゴリラ男が空腹で倒れていた美女を助けたら相性最高のベストカップルになった話がウェブ漫画になりました。水曜日のシリウスにて本日配信開始です。概要欄のリンクから無料で読めます。アキラくんと私の物語をウェブ漫画でもどうぞよろしくお願いいたします。というわけで5本分の切り抜き見てきました。この時期コミカライズが多かったんですね。いや、ほんとそうですね。何シリーズですか？ 1,2,3 めっちゃありますよね。コミカライズの単行本の発売も重なったということで、うん、新しい試みとしてワタツヨと金髪ヤンキーシリーズのコラボ動画も作ってみました。皆さん楽しんでいただけたでしょうかね。これなんか緑野さんがかなり気合い入れてくださったそうで、すごい自信作だっていうのを聞いたので、はいはい、この告知パートちょっとコメントをいただいたので、以前お話しした際、わたつよ&絢爛版からコラボの告知パートが特に自信作だとおっしゃっていましたが、具体的にどんなところに自信がありますか？またどんなところを見てほしいと思いますか？この回で個人的に最も気に入ってるのは特報のテロップの出し方です。これまでの映画館で出てくるような重厚感のある出し方ではなく、何か別ベクトルで大事なお知らせであることを伝えられないかなと考えていました。疾走感あふれる警報のような BGM と扉のように佇む特報の文字、これがなんとなく思い浮かんでかっこよさそうだなと思って試したところ、当初想像していたものの 120% の仕上がりになって、これ好きってなりました。プレミア公開時にもコメントでかっこいいという反応をいただいたので嬉しかったですということです。映像クリエイターとしてのこだわりみたいなものが感じられるコメントですね。そうですね、今まで通りのやり方じゃなくて新しいことに挑戦したいということで、確かにすごいかっこよかったし、うん、BGM の、ね、チョイスがすごい良かったなと僕は個人的に思って、絢爛版からとわたつよのヤンキー部分というか、なんかバトル的な要素をすごいしっかり世界観表現したような BGM ですごいかっこいいなと思って、ちょっと思わず僕もかっこいいってコメントを打ったかもしれないですけど。コメントにもあったプレミア公開なんですけれども、うん、視聴者の皆さん来てくれたことありますか？重大発表とか特報がある時って、うん、ほぼ 100% 僕たちはプレミア公開でみんなと一緒に再生するっていうのをやってるんですね。動画が流れていくと同時にチャットに参加することができて、うん、で管理人の私も必ずそこで皆さんとチャットするんですけれども、うん、やっぱりリアルタイムでうおーとか盛り上がってくれるのを見るとめちゃくちゃ嬉しいんですよね。そうですよね、僕ら運営チームにとってもモチベーションになるというか励みになるので、はい、ぜひね今後も特報で流れた時はうおーってコメントしてください。そして最後に緑野さんから1年間告知パートを制作されての感想と来年に向けての抱負も語っていただきました。告知パートはそのシリーズや小説家やコミカライズになるという嬉しいお知らせをする部分ですので、その作品のカラーを生かしてより華やかにお見せしたいという思いで制作してきました。猫岡さんの視聴者さんに少しでも喜んでもらえたら嬉しいなという気持ちと、
素敵な作品を手掛けてきたクリエイターさんとスタッフさんに敬意を込めて、これからも猫岡チャンネルさんのご活躍を応援しておりますというコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。以上、12月分まで振り返りが終わりましたので、スタッフと振り返る猫岡2022の方は終了したいと思います。それでは続いてプレゼント企画の前に、ちょっとだけ猫岡のこれからの活動について宮さんからお知らせがあります。はい、まずは年末年始の動画スケジュールについてです。12月31日は男嫌いシリーズの最新5話が投稿されます。僕が気合い入れて書きましたので、ぜひ楽しんでいただけますと幸いです。続いて2023年一発目の動画はお正月をテーマにした新作を投稿予定です。陰キャの主人公が美人ないとこに愛されるというお話をお送りいたしますので、ぜひお楽しみに。ちなみに年末年始の動画は全部プレミア公開です。お正月ぜひ皆さんの猫岡をチェックしてみてください。よろしくお願いします。ではいよいよお待ちかねのプレゼント企画のコーナーです。普段漫画エンジェル猫岡を応援してくださっている皆さんのために、こちら猫岡ぬいぐるみ大小セットで抽選で5名様にプレゼントします。応募方法はこちら、概要欄のリンクから応募ページに飛んでいただき、必要な情報を入力してください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますので、あらかじめご了承ください。たくさんのご応募お待ちしてます。さてそろそろ番組も終了の時間となりました。最後に一言挨拶をして番組締めたいと思います。まずは宮さんから。はい、2022年もたくさんの応援ありがとうございました。皆さんの温かいコメントのおかげで、シナリオライターとしてもサムネイル制作をする立場としても1年間すごく楽しくお仕事をさせていただいたなと思います。2023年も今年以上に頑張りたいなと思ってますので、ぜひこれからも漫画エンジェル猫岡をよろしくお願いいたします。では最後に管理人さんから一言お願いいたします。はい、まず今日この番組でですね、私自身こんなにいろんなことがあったんだなと、たった1年でこんなにあったのかと、すごくしみじみ振り返っております。こんな顔してますが本当にしみじみ振り返っております。で、今日実は尺の都合で紹介しきれなかった作品もありまして、そこは本当にごめんなさい。本当にそれぐらいいろんな作品がこの漫画エンジェル猫岡から生まれて、どん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 広がっています。2023年に発売予定の本もたくさんありますし、もっとビッグなお知らせができる日が来るかもしれません。毎日の YouTube の更新、ぜひ皆様欠かさずチェックしてください。来年もよろしくお願いします。今年は本当にありがとうございました。以上で年末特番終了となります。長時間のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん良いお年を。良いお年を。